岐阜市の人口を超える人々が集まりました。昨日午後1時過ぎから始まった岐阜信長まつり。そこに織田信長に扮した木村拓哉さんが登場しました。木村さんの一つ一つの動作に大歓声。木村さんは360度大観衆に見つめられながら全長1キロほど岐阜の中心街を30分かけて練り歩きました。魔王と呼ばれた男の本当の運命を。来年公開予定の映画レジェンド&バタフライ。愚かな殿方は嫌いでございます。どうわきまえん女子は嫌いじゃ。その中で織田信長役の木村さん、この映画をきっかけに今回の参加となりました。どうですか、体感的に何倍くらい。いつもの、10倍くらい。来場者数は岐阜市の人口を超えるおよそ46万人。経済効果はおよそ39億円にも上るといいます。今回目の前で行列を見られる観覧エリアは抽選で1万5000人分を募集しました。そこになんと96万6000人以上もの応募が集まったのです。そのため応募自体はしました。はずで落選でした。すごく羨ましかったです。落選者も多く詰めかけました。先月韓国で起きた雑踏事故を受け、今回警備に動員された警察官は500人以上で、例年のおよそ8倍だったそうです。岐阜駅周辺のエスカレーターも通行が禁止されました。観覧に来ていた40代の女性が転倒し怪我をするなど3人が救急搬送されましたが、その他の大きなトラブルはありませんでした。まあ警備する側は大勢くんピリピリはしたでしょうけどね。そうですね。でももうこう始まるイベントが決まってこうやる前からしっかり警備のことを計画されてたっていうこともあって、はい、まあ、これだけの少ない、まあ、3名の方が転倒されましたけど、はい、本当な大きなトラブルもなくできてよかったなと思うのと、やっぱり木村さんのこのスター性が、ね、やっぱ改めてこうすごいなと思いました。すごいね。あの集まってるファンの方々のこう年齢層を見ても、はい、まあ、男性の方もいらっしゃいますし、で年齢層もこう20代とか若い方からもそのもうちょっと高齢の60代の方とかもたくさんあのいらっしゃるので、なんか国民的ってこういうことなんだなと。そうですね、改めて思いましたね。岐阜のこの辺で僕仕事で最近行ってたんですけど、そんな人多いとこ違うんですよね。それがこんな何十万人も集める木村さんすごいし、隊長もそうなってほしいな。いやもうちょっと言いにくいですけど、なりたいですね。頑張れ。岐阜市の人口が40万人それを超えてくるってですかね。すごいです。出陣中、来年1月公開の映画レジェンド&バタフライに出演する木村拓哉さん、伊藤英明さんが昨日岐阜県で開催された岐阜信長まつりに登場。映画で演じる織田信長と定家に扮して騎馬武者行列を行いました。当日の来場者数はなんと46万人。行列を終えたお二人は、今回参加させていただいたあの時の信長って割とこう人の心を捨てたかもしれないというような状況の状態だったんですよ。個人的にはものすごいうわーってしたかったんですけど、これは難しいなと思って、あの鴨居のセンスをグッて刺すっていうことで変えさせていただいたら、僕のこう50メートルぐらい先で定家が皆さんに対してやってたんで、まあいいかと思ってやっちゃいました。でもやっぱりあの戻ってくる先輩見て、
いや世界観崩さずにやっとるわこの人はと思って反省しました。